い、こんばんは、シンガでございます。タイトルにもある通りですね、リミックスを募集します。今流れてるですね、私シンガの楽曲、特にね、僕も最近ね、曲名とかねつけなくなってきてるんで、特に曲名とかないんですけども、最近作ったね新曲の中からね1曲選ばせていただきました。っていうのも、毎週金曜日ね、不定期なのか定期なのかで行っている、まあ、グルーブボックスの配信なんですが、中でね、コメント等でね、僕の曲をリミックスで募集してはどうかという、まあ、コメントがね、前回の昨日のね配信で結構あったんで、あ、そういうのもね、あの、僕自身ちょっと聞いてみたいなと思って、結構ね、この配信を見てくださっててね、コメントをしてくれる方もいれば、ロムってっていうか、温かくね、見守ってくれてる方もいると思うんですけども、やっぱりね、このチャンネルを見てるっていうことは、ご自身でね、もしかしたら曲を作ってる方も多いのかなと思いますので、ぜひぜひね、ちょっとね、こういった機会を機にですね、ちょっとリミックスに挑戦していただいて、参加してほしいなと思うわけです。で、特にね、採用がどうのこうのとか、そういったコンペではありませんので、作ってくれた曲はですね、次回のね、金曜日、配信の時に、すべて流そうかなと思っております。なんで、今流れてるこのシンガの、曲、シンガタイプ D02 番をですね、リミックスしていただいて、それをね、僕が DJ 配信でつなげて披露していくっていう、まあお名前とですね、まあお名前か、と紹介してですね、まあコメントをしていくっていう流れになると思います。で、音源に関してはですね、皆さん、コミュニティってご存知ですかね。 YouTube のコミュニティ、僕がね、文字で投稿してる部分なんですけども、すでにそこに、音源がダウンロードできるリンクが貼られております。なんでコミュニティの方から、僕の投稿をですね見ていただいて、誰も特にね、メンバーさん限定ではなく、全員がね、ダウンロードできるようになってますんで、ぜひぜひね、データをダウンロードして、リミックスに挑戦してもらいたいなと思っております。あ、で、制約があります。BPM はできたらね、135から145ぐらいで収めていただきたいかなと。極端に遅いとちょっと辛いかな。僕もね、 DJ 自体はね全然もう超絶下手くそなんでね、やっぱりね、テンポは近い方がいいかなっていうところと、できたら四つ打ちがいいかなっていう。四つ打ちじゃなくても OK です。ブレイクビーツでも OK ですけども、まあ、可能であれば四つ打ちだったらありがたいかなっていう感じですかね。はーい。締め切りはですね、今日が22日。
2024年の6月22日なので、ちょうどほぼ1週間ですね、来週の金曜日配信までが締め切りとなります。なんでね、ちょっと1週間限定の、まあ感じになってしまうんですけども、よろしくお願いします。ではまた。